今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。トキちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネルよろしくお願いします。さて今日は高知市春野町の茶舞前にやってきました。ここでランチです。前回来た時は工事中でしたが、工事終わって綺麗になりましたね。綺麗に塗り直されています。本日の日替わり、若鶏の竜田揚げ、サバの塩焼き、洋肉とレンコンのきんぴら。よろしくお願いします。はい、しゃぶしゃぶ来ました。これが野菜ですね。でお肉は1人1皿ずつです。このタレがごまとポン酢と2種類くるのも嬉しいですね。で薬味もすでに入れています。ではしゃぶしゃぶやっちゃいます。しゃぶしゃぶ、まあ個人には上等ですね。完食です。いや満腹ですね。松尾八幡宮までやってきました。ここはずっと参道が見事に伸びていて非常に気持ちのいい道です。松尾八幡、これが駐車場です。とっても広いですね。清滝まですぐです。道路明治11年。シャバを、乗り入れを禁ずる。でここは高岡親王が、高知へ来られた時に創建したと。ここは鳳凰が飾られています。おお。ではこの石段を登っていきます。上がってきました。これが拝殿です。はい、この頂図、ここに由緒書きがあります。手洗い岩と井戸の岩で。では拙者に参拝します。これが本殿ですね。とっても大きいです。竹内神社、かまど神社、レンゲが咲いています。高速道路を抜けていきます。土佐インターチェンジまで500メートルの場所ですね。ここが休憩所ですね。
で、そこに入り口があります。四国第35番霊場陽山清滝寺。六地蔵があります。ではここから車道を離れまして遍路道の方へ行きます。はい、これなかなか急半なんですよね。清滝寺仁王門、あーやっとここまで来た。仁王様、はい、天井には龍の絵です。では残りの石段頑張ろう。清滝寺到着です。はい、本尊は薬師如来ですね。この台座のところが階段巡りになってるんですが、コロナ以降閉鎖されています。で、その隣が大師堂です。お大師様、琴平神社にも参拝します。これが農協所です。で、その前が展望所になって、はい、向こうですよね。はい、ここから太平洋がバッチリと見えております。太平洋、これが高岡親王の塔ですね。はい、ここで修行をされたということで祀られています。では帰りはこちらから降りようと思います。松尾八幡宮まで戻ってきました。ここまでで1時間41分、 5.73 キロ、累積標高差147メートルでした。今日はもう小春日和というか暑いぐらいでした。とっても気持ちよく歩くことができました。お天気も快晴で気持ちよかったです。